どうぞ。まずはバファローズの先発松葉がマウンドに上がりました。さあライオンズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。島が入ります。さあ2アウトにはなりましたが得点圏には先制のランナーを置いています。まあやはり先制することは大事なんで先手を取りたいですね。なるほど、そうですね。アウトコース打ちました。ショートうまくさばいて一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。さあそしてバッターボックスにはロメロが入っています。ここはいいバッターが続きますからチャンスですね。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。ここでしっかりと追いついておきたいですね。なるほど、そうですよね。まずはストライクを取りました。ストレート打っていった、入った、ホームラン、逆転ツーランホームラン、試合をひっくり返す大きな一発となりました。しっかり引っ張った当たりはスタンドまで届いています。逆転に成功しました。この回もオリックスバファローズ2対1になり、いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、ご覧いただきましょう。期待通りのバッティングで逆転ホームランを放ちました。まあさすがですよね。この試合中盤逆転に見事成功、主導権を握っていくことができるんでしょうか。バッターは6番中村。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですよね。そうですね。2アウトランナーありません。さあ勝利まであと1アウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。はい、さあ最後のバッターになるでしょうか。次が3球目、変化球で空振りを取ります。試合終了。試合を制したのはオリックスバファローズです。小宮山さん、第11節2戦目埼玉西武ライオンズ対オリックスバファローズのゲームを解説。さあそして打席には中島が入ります。さあワンアウトになりましたがなおもチャンスは続きます。まあこの先制のチャンスをしっかりとものにして攻撃を終えたいですね。打ちました、痛烈な打球、ポール際切れました。入っていれば先制というところでした。さあ2球目は何か、真ん中打ちました、ワンバウンドヒットになりました。バックホームする、チャンスを広げていきます。ランナー3塁1塁となりました。ゲームは8回に入ります。バファローズの攻撃、4番バッターロメロ、今日は4つのフォアボールを選んでいます。バファローズ攻撃が噛み合い大量リードで8回の攻撃に入りました。インサイド落ちました、わずかに左に切れました、ファールボール、打ちました、痛烈、
これもファウル、まあ、ここは際どいところも打っていかないといけませんね。なるほど、そうですか。痛烈切りました、ファウルボールです。ノーボールツーストライクです。打ちました、ショート取った、アウト、ワンアウト。2番バッター坂口、まあ、ここで攻撃の手を緩めずに最後まで攻め続けてほしいですね。さあ終盤でこの点差ですが、まだまだ攻撃の手を緩めません。まず際どいコースをついてきました、打った、ファーストうまくさばいて、そのまま入って一塁アウト、ランナー二塁は変わり、試合を制したのはオリックスバファローズ。第11節3戦目オリックスバファローズ対埼玉西武ライオンズのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはバファローズの先発近藤がマウンドに上がります。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか。バッターボックス外崎、バファローズ連打でランナーを増やしています。連打を浴びてますんで、ここで打線に勢いをつけさせないようにしたいですね。さあ先制のランナーを背負ったこの場面です。まずは変化球、これはよく見ました。バッターから一番遠いところ、ワンボールツーストライクです。高めに1球外します。さあ5球目は何か、打ちました、これはショートライナー。さあそしてバッターボックスには坂口が入っています。さあ追加点の欲しい場面、まあ、ここで点差を広げるとさらに相手チームにプレッシャーをかけられますからね。なるほど、そうですよね。次が2球目、引っ張った、ヒットになった、セカンドランナー3塁回ってホームを狙う、セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。目の覚めるようなタイムリーヒット、6対1になりました。バファローズナオ、西さん、ファンも安心して見ているでしょうね。選手もね、まあ、ここまで来ると、まあ、一安心ですよね。そうですね。変化球入りません。変化球が低めに外れます。変化球タイミング合いません。ツーストライクツーボールと追い込んでいます。外れてますか。ピッチャー決まったと思ったでしょうね。はい、変化球わずかに外れて、ボール外れました。先頭バッターを歩かせます。インサイド落ちました、破りました、センター前、バファローズピンチになりました。ノーアウトランナー二塁一塁、打順はトップに帰って金子、まあ、点差はありますから攻めのピッチングでいいと思いますね。なるほど、そうですね。これは大きく変化しました。
アウトコース、これは見送ってボールです。その球は外れました。これが4球目。一、二塁間ワンバウンドヒットになった。ホームに送球、ライト前ヒット。バファローズさらにピンチが続きます。バッターボックス源田、大きくリードしてますから、まずは一つアウトが欲しいですね。なるほど、そうですね。ここは大きな変化球できました。もう一球アウトローへ、バッターもよく見たというところでしょう。変化球打った、取った二塁へ送球、二塁アウト、三塁タッチはセーフ、ダブルプレーはなりません。ライオンズ1点返しました。7対2になりました。バファローズさらに三塁一塁のピンチが続きます。打席には3番バッター森、バファローズとしては落ち着いてアウトを増やしていってほしいですね。なるほど、そうですね。まず変化球決まってワンストライク、ファウルボールです。見逃しで三振を奪います。ツーアウトになりました。ランナー三塁一塁はそのままです。バッターボックスは4番山川、バファローズとしては何も焦る必要はありませんからね。なるほど、そうですね。まず初球しっかりと見極めました。低め空振り、いや素晴らしいコントロールですね。インローへキレのある変化球が決まっています。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。空振り、ここは空振りでアウトを取りました。試合終了。試合を制したのはオリックスバファローズです。今日は西さん、打撃で圧倒しましたね。本当ですね、打線がよく頑張りましたね。よく打てたと思いますね今日は。本当に打線がつながったゲームになりました。勝ったオリックスバファローズ、大きな今日は勝利になりました。一方のライオンズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはオリックスバファローズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで失礼いたします。